こうやってこれを切った時にこうやって切っていくと木がかしがっていって、ほらこうこうなるわけよ、はい、で重い木だとこの皮がね、皮がこうやってベリってこうやって木が落ちるときと一緒にこうやってね皮が一緒にむけちゃうのね。そうするとここはほらこうやって怪我しちゃうじゃん。だからこれを防ぐために一回下向きに刃を入れて、一回下向きに刃を入れて少しだけねこうやって切れ目を入れるのね。でそこに上からこうやってやっていくと、そうすると最低限のダメージですもん。でここはこうやって切り離しちゃう。ほらちょっとで済んだでしょ、うん、でここがちょっといびつになっちゃうから、こういうところはこういう皮とかはね綺麗にこうやって切って、でもしここの角っていうところがあんまりにも大きい場合はノコギリでこうやって切ってあげて、これで整えてあげるという感じ、うん、でノコなんだけど、例えば次こうやって枝が生えてたとして、これを切るときこうやって刃入れると、まあ当たり前なんだけどさ、動かなくなるの、刃がこうやって。これ木が落ちてきて、木がここでこうやってグーッと押さえちゃうからだのね、うん。だから絶対にこれやっちゃダメで、もう抜けなくなっちゃうから。こういう時は絶対に木が落ちる方向に対して上から刃を当てる。これで切る。っていう感じね。はい、これ切るとするんじゃん。これ切るときに、普通に切っていくと、この木ってこうやって傾いてるから、こっちにこうやって倒れるのね、うん。なので、こっちに倒れることを予想して切んなきゃいけないんだけど、切って、普通に切っていっちゃうと、こう、ベロッと折れて、木の皮がめくれちゃうのね。そうするとそこからカビが入ったりするから、なるべくそれを最低限しなきゃいけないの。こっちからこうやって、刃を入れてこうやって切っていくと、ベリーッとここが剥がれちゃうんで、最初にこの反対側にね、ちょっとね、切れ込み入れるもんだ。うん、この枝の反対側ね。ここにちょっとだけこうやって、こんな感じ。で、そこに反対側から、ここほらダメージなく切れるのね。これね、大枝とか大物のこういう枝を切るときに使うテクニックなの。